満州国演技は、船戸与一による歴史小説である。新潮社から2007年に観光開始、2015年に9巻を発刊して完結した。当初は、週刊新潮に連載されていたが、第4巻以降書き下ろしへ移行した。2015年から2016年にかけて、新潮文庫版の全9巻が刊行された。舞台は、 満州事変から第二次世界大戦終結までで架空の人物、四季島四兄弟がそれぞれの視点から満州国の攻防を描いていき、最後は通過事件で悲劇的なクライマックスを迎える。観光開始時には全10巻の予定となっていたが、結果的に9巻で完結した。それでも船戸の作品としては例外的な長さである。船戸の他の作品は、 文庫本館さんで一冊もしくは二冊から三冊程度のものがほとんどを占めている。執筆途中の2012年頃には船戸が肺がんを患っていることが公表されており、一時は完結も危ぶまれた。最終末期の旧館の観光から2ヶ月後の2015年4月22日、船戸は肺がんによりに死去した。架空と事実を織り混ぜて描写していることについて、 船戸は2巻の後書きで、小説は歴史の奴隷ではないが、歴史もまた小説の玩具ではないと述べている。最終巻である9巻の巻末に掲載された参考文献は300冊を超えており、創作と交渉のバランスについて、本作の執筆にあたって自身が持つスタンスを明らかにしている。風の仏業事変の夜群狼の蔓延の 回老海人の歴代地の牙馬神なりの波頭、南名の雫山無のムクロ、ありがとうございます。